ダブルガードの状態でベリンボロに行くとき、帯を取ってデラヒーバフックをかけて、こっちの手は深く足を抱えてます。で、今相手のエスケープは常に僕から離れてこの膝を出しに行くことです。で、今僕が腰を取れば、今腰と膝のコントロールがあるんで、相手は膝を出すことができないですね。で、多くの人がしてる間違いは、回るときにこの足をマットについた瞬間、今僕は腰のコントロールがあるんですけど、膝のコントロールがなくなります。だからこの瞬間に膝を出されて、膝開いてきてもらって、そうそうそう、膝開かれて足出されて、でここで僕マークも遠いんで、遠すぎてバック取れないです。ポイントは、足を抱えたら僕のデラヒーバフックを外す前に、まずこっちの右足を膝の上からかぶせて、ここで相手の膝をひねります。今僕は足をついても相手は膝を出すことができないです。で、ここから頭を近づけて回ると、すごい近い位置に入って相手からバックを取りに行くことができます。ここでかぶせて頭を、ここで回ると、これもポイント。もう一つのポイントは頭を近づける。頭を近づけて回って、膝と膝を噛み合わせてバック。